どうも、ヒカルです。エルルカ 3DS、前回の続きからやっていきたいと思います。ちょっとまあパーティーを作って今いる最中なんですが、そのパーティー作ってるところも動画、撮ってくださいっていう方がいたので、ちょっと、ちょっと忘れてたんですけど、もう撮っていこうかなと思います。今作ってるのは、まあ、ゾンビ系で揃えたかったんで、ちょっとこのゾンビで、オルゴデミラを主役に添えようかなと思ったんですけど、これでゾンビじゃなくて魔王でだったんで、ちょっとそこ誤算だったんですけど、まあもう仕方ないかなと。思うので、まあ、った顔だけゾンビみたいな感じで、まあ、顔ゾンビっぽいですね、こいつ顔。なので、まあ、こんな感じで、ちょっとまあまあ、顔があんまり微妙な感じで、いこうかなと。気持ち悪い系を揃えてみようかなと思って。あ、でも、オルゴデミーラちょっと使ってみたかったんで、やっぱセブンが僕結構好きなんで、ドラクエセブンは。なんで、ちょっとオルゴデミーラを使いたかったっていうのがあって、このパーティーにしました。まあ、あとはこれちょっと鍛える感じですね。とりあえず、オルゴデミーラはもうこれ完成、したんですけど、あとはこのサイフォンとヒヒルデを、新細胞していきながら、まあ、強くしていく感じですね。まあそれはまだ考えてないんですけど、とりあえず作戦としては、まあオルゴデミーラは、基本的にブレス系、特性こんな感じなんで、まあ、猛者持たして、まあ吹雪ブレイク持ってるんで、まあブレス系を中心に、リザオラルで蘇りながらって感じですね、こいつは。まあ他はまあ、なやかんや、体勢上げたりとか、マインド体勢上げたりとかって感じですね。まあ、こいつはブレス要因ですね。で、あと2人作らないといけないんで、ちょっと作っていきたいと思います。こいつ何や、ちょっとこいつ何も知らんねんけど、何なんやろ。こいつちょっと待てよ。ちょっとまあ適当にね、選んだんで、見た目だけで選んでるんでね、正直もう相性とか全く分かってないんですけど、多分相性微妙だと思うんですけど、まあ、とりあえず、神聖の宝珠。結構なくなってきたな。ヒヒールでちょっと一回作ってみて。あ、こいつ、猛者持ちか。あ、あかんな。猛者持っとってあかんな。ヒヒールであかんな。ヒヒールで、昇格や。よし、昇格じゃ、降格や。ヒヒールであかん。マミあたり行くか。なんか誰かいいのおらへんかな。セバスチャンね。ヒヒューさんはあかんな。オーレン猛者持ちか。ん、こいつ誰？あ、ガナサダイね。サイフォン。誰がおらんのかな？お化けキノコ。亡霊剣士。誰かちょっとゾンビ系でおらんかな？ゾンビ系で誰かおらんか、ちょっと見てみよう。あれ、見せた。ちょっとゾンビで固めたかったんで、まあ見た目ゾンビっぽかったらいいんですけどね。まあぶっちゃけ。まあでも見た目ゾンビは多分ゾンビ系か悪魔系にしかいないと思うんで、それか魔王系におるかな。悪魔系見てみるか、ちょっと一回。見た目、あ、こいつ見た目ゾンビっぽいぞ。悪魔ザイガス。うん、アゲアがなんかゾンビですみたいな顔しとるな、確かにこいつ。でもこいつあんま強くないか、いいわ。よし。なんかこれやっていう顔おらへんかな。あー、いいね、いいね、こいついいね。あ、こいつええな。あ、こいつ、おもろいな。ゲルニック将軍。ゲルさんいいね。うん。こいつしようかな。ゲルニックか、他おらへんかな。顔で決めたいからな。まあ、ゲルニックかな、やっぱり。今のところ。見た目的にはゲルニックが今一番来とるけど。で、ゾンビおらんかな。ゾンビはゾンビだ。ゾンビ結構気持ち悪いやついっぱいおるな。結構な気持ち悪さしておるな。でもなんかこれっていうやつおらんね、今んとこ。違うな。マッドスミス。ケルベロス。ケルベロスか。猛者持ちか。そうだね、どうしようかね。ボーンナイト、シャドウノブル、ナイトリッチ、抜け殻兵。地獄の面倒さ。まあ、こいつもなんか若干強そうやけど、まあ、いらんかな。レオコーン。レオコーンは微妙いね。ヒヒュルデが猛者持ちやつは見てへんかったな、ちょっと。ゲマ。あ、ゲマ入れてもいいやけどな、別に。ゲマ入れとくか、こいつ強いから。ゲマでもいい。うん、ええか。オーレン入れたかったけど、ちょっと、あれやな。
まあ、こいつは結構強そうやからちょっと入れてみたかったんやな、サイフォン。こいつ確定として、ハテナキおらんかな、ちょっとなんか。メジオネルゲル、あんまかっこよくないね、メジオネルゲル。まあ、とりあえず、あ、ここら辺が選ぶか、ちょっとじゃあ。なんかそれらしいやつおるかな、ゾンビっぽいやつ。あ、こいつゾンビっぽいぞ、やたら。あ、でも弱いや、これ。ちょっとこれはちょっと弱いな。新種弱そうやからかな。やっぱ悪魔系でやっぱ。あ、でもできればスモールボディ持ちがいいんやな。スモボ持っといてほしいな、スモボを。また。ガールズか。スモールボディ一人ぐらいは欲しいんですよね。でも俊敏に動けるって大事やからな。あー、悪口。時々会心出やすい。待って、もうちょっと考えよう。とりあえず、まあ、こいつを主役に持ってきたいから、まあ、こいつで、あとなんか白い霧とかしときたいな。あ、こいつ時々白い霧持っとんか、こいつ。白い霧欲しいな。いきなり白い霧欲しいな。あ、じゃあこいつ猛者抜いていきなり白い霧持たせようかな。あ、猛者抜きゃええんか、こいつ別に。あ、猛者抜いたらええんや。なるほど。オッケー、いった。よし、猛者抜こう。で、猛者どこやったっけな。あ、ちょっとさっきのやつ。ヒヒュルデさんを、あれどういったあった。ヒヒュさんを、とりあえずこいつ猛者抜きたいから、こいつに持たせるのはいきなり白い霧。か、3回コードどっちかやな。うん、3回コード持たせるかな。いや、どうしよう。3回コード大事やな、でも。3回コード大事なんやけども、3回持たせてもいいんやけど、悪魔の目次録3回、あー、育てなあかんな、悪魔の目次録を。悪魔の目次録育てにはならんねんけど、こいつはあー、3回コード持たせるよりもいきなり白い霧持たせた方がいいな、多分。うん、いきなり白い霧用意にしよう、こいつ。じゃあよし、いきなり白い霧持たせます。誰かおらんかな、多分おるやろ。いきなり白い霧ぐらいおるやろ、多分。さすがにあるでしょ、いきなり白い霧。あった、ブイロン。もうブイロンいいね。まあ、ブイロン何回でも手に入るから行っとこう。じゃあブイロンをこれ合体して、あ、こいつブレス、でもこれ空っ風でブレスあるから、こいつ基本ブレス要因にしたいから、いきなり白い霧か、もうブレスで行きたいから、ブレりたいから、ブレりたいから、空っ風熱いな。うん。空っ風で、もうブレるから、こいつは。うん。で、こいつ最強ブレス何これ。あー、ブレスガードか。なるほどね。ブレスガード。あー、ブレスガード欲しいけど。まあ、とりあえず作ってみるか。一旦。で、ブレスのコツ。あー、いきなり剣士力が一番いるから。猛者を抜くと。オッケー。こいつで、白い霧要因。これでまあ身代わりとか、あの辺を封じるという感じですかね。で、カニの波動、空っ風。これ振っとくべきやな、これちょっと。振っとこう。スキル振っとこう。あー、これどっち残そう。こっち残しようか、とりあえず。よし。あ、これ無理や、残らんわ。あ、これ残らんな。あ、しゃあねえ。しゃあねえな、これ残らんな。うん。残らんで、これ。残らんぜ、残らんぜ。最強ブレスいるかな？炎ブレスガード、欲しいけどな。まあ、ブレス系はまあ、眠り弱点、これ弱点多いな。こいつやべえな。弱点、まあ、こいつでもとりあえず一旦目出すから、マインド耐性って上げとかなあかんから、マインドは、いるな。まあ、とりあえずだから、一旦これじゃあ取っといて、まあまあ、ブレス、ここいらん、取っといて、まあ、後から、変えていけばいいかな。もう一回ぐらい、こいつ、転生してから。ヒヒ。よし。名前もまあ後で決めようかな、全員。よしよし。で、こいつを、次は、こいつにちょっとマインド耐性がないんで、マインドだけも出しておきたいんですよね、絶対に。うん、最低限。あ、でも眠りもえぐいな、こいつ。弱点か。マインドと眠りか。しかも、混乱とか全体的にこいつ耐性弱すぎるな。まあまあ、耐性弱いけど、まあもうええか。そこはまあいいとしても、そこはいいとして、
耐性弱いからとりあえずマインドだけでも封じときたいから、マインド封じ、何だろう、ガバイかなんかやった気がするな、マインドって。何やったかな、マインド、マインド2段階上げるやつ、何やったかな、あれ忘れてもだけど、何かあったな、マインド2段階上げるやつ、何やったかな、マインド2段階、あ、ねぶたか、あ、ねぶたや、ねぶた魂がいるんや、ねぶたがいるね、ねぶたが、ねぶた祭り、ねぶた祭りがいるから、ねぶたあるかな、ねぶたとか珍しそうな感じあるけど、それか、まあ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 、マインド系のやつを2個つけるかどっちかやけど、マインド食らったら痛いからな。ないね。ないぞ。ないな。もうマインドええか、これちょっとじゃあ。マインドいいから、もう。とりあえず、マインド良しとしても、じゃあマインドも食らってもいいから、もう耐性を逆にも上げずに、こいつの役割としては白い木をまずして、次に何するかやな、ポイントは。次に、こいつは、どういう役割を果たすかやけど、そこむずいよな。こいつ何させよう。まあ、ブレス吐かしとくのが一番いいんやけどな。でブレス吐かすってなったら他のやつ全部いらんから、もうブレス要因やから、完全にブレスだけ吐かしといたらいいか。あ、それか、凍てつく波動か。あ、凍てつく波動かブレスやな、どっちかやな。あ、じゃあこのカニの波動持っとこう、これじゃあ。よくわからんけど。で、最強ブレス。あ、もうこれでいいわ、じゃあこいつ。あ、こいつこれで、こいつこれでいいわ。よし。ちょっと一回作ってみよう。で、魔戦士サイフォンか。確かどっか、どこだっけ。魔戦士サイフォン。あ、こっち押すか、あいつ。あいつ押すやったから、あ、こいつか。あ、ちゃうわ。あ、これ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 。こいつも神聖配合。見せた。神聖配合で、こいつは、まあ、サイフォン。ちょっと待ってよ。こいつも結構弱いな。弱え、こいつ。耐性弱。鬼のことし対戦の弱さやけど、こいつも。まあ、それは置いといて、とりあえず誰ができるんやったっけ？お、これね、賢さね。賢さアップ SP いるな、こいつ。SP 持たして、とりあえず一旦、星の怒りか。あ、こいついきなり白木に持っとるやん。マジか、こいついきなり白木持っとった。こいつ持っとるか。あれ？じゃあ被ったな。こいついきなり白木持っとったか。あ、じゃあこいつじゃないか。こいつは持ってないわ。あ、この、あいつ、こいつが持ったのか。違うやつが持ったのか。じゃあ、魔戦士サイフォンの、星の怒り大賢者一族の誇り。連続。まあ、連続抜くかな。抜いて、星の怒りを使いたいけど、うまく。難しそうやから、まあ、あれはまぐれで使うときは来ればいいかなってとこかな、星の怒りは。ではでは、まあ、どうしような。とりあえず、イゴッソ。イゴッソを持たしておくか。天使の気まぐれところ全部いるから。イゴッソと、ガバイ。お、ガバイこれいいね。ガバイな。ガバイ持たして、天変地異。使えそうやな。ガバイ、あ、それで賢さアップ SP。あ、オッケー、いったわ。あ、じゃあこれでいいやん。じゃあ、あと新最後何つけるかか。問題は。1から3回コード。あ、これ3回コードつけたいな。うん、これ3回コードつけたいから。で、とりあえず3回コードつけよう。だからこれ転生でいいや。転生でこれ合体したらいいから。OK。で、スキル割り振っとくかな。まあ、魔戦士ダビド残しとこう。で、武闘家もまあ、まあ別にいらんけど残しとくと。これでもあくまで目次録できるんで、OK と。よし、リザウラル。これリザウラルあるんやな。チェンジ、精霊の歌、津波甘い木。まあ、いらんか。よし。で、転生で、OK。で、これで、イゴッソーとガバイが欲しいから、あとはま、別に何でもいいから、とりあえず、魔戦士サイフォンと取っかな。オッケー。オッケー。で、これで、まあまあまあ。とりあえずまあ、一旦、オッケー。一旦オッケーで、全員まあこれ、もう一回ぐらいラストかな、次。うん。これ白い切り要因。こいつはアタック要因。こいつは猛者で、蘇ると。うん。まあ、そんな感じでいこう。ちょっと若干。まあ、火力、高めの、
感じはいいかな。うん。まあ、ちょっとよくわからんけど、まあ、作っていくしかないかな。うん。まあね、僕のね、その、作成の手順はね、グダグダなんでね、かなりね、これグダグダな感じの動画になってるかもしれないんですけど、まあ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 、本当に見たい方だけ見てほしいなと思います。で、でも結構メンツは結構俺は好きやけど、このメンツは。ゾンビっぽいもんな。マジで。ゾンビメンツは結構俺好きや。あ、あと、3回コード持たせなあかんから。3回コードをシャイフォンさんに持たせなあかん、シャイフォンさんに。シャイフォンさんに持たせなあかんから、シャイフォンさんの性別は、オスやから、オスやから、目次録に、目次録に、新生配合してギガボディ持たせるという流れかな？あ、これでいいわ。よし。で、シャイフォンどこだったっけ？シャイフォン何やったっけやつ。シャイフォンはオスやからメスを作ればいいかな？よし、オッケー、これでオッケー。オッケー、オッケー。オッケー。で、こいつとシャイフォンを合体させて AI 参加コード受け継がせます。まあ、それとりあえず完成ですかね。シャイフォンに関して言うと。ああ、こいつレベル上げどこにしようかな。ああ、レベル上げ、こいつはまあ、ベンチ置いとっていいか。ベンチ置いといて。レベルはとりあえずじゃああそこで上げるかな。こいつ勝てへんな。とりあえずじゃあ、あれで上げよう。まあ、星のちゃうわ。何だっけ、あいつ、あそこ。あれや。あ、出てこへん。まあ、何だっけな。忘れたけど、ちょっと。まあ、とりあえず行こう。そう、光溢れる地や。うん。ここや。ここはやっぱ一番、まあ、定番かな。上げやすいな。牧場も上がるし。よし。行くぜー。まあ、これ軽くちょっとメタルキングを撃破すれば、OK ですね。ドワン。でででんでるでんでででんでるでん。お、めっちゃ出てきた。熱いね。よし。いいね。オッケー。ヘビメタ。まあ、とりあえずそんなに表でレベル上げても一緒なんで、まあ、これでオッケーですね。とりあえずは。うん。オッケーオッケーオッケー。軽くレベル上げてと。まあまあまあ。ノリと勢いでね、作っていかないとね。もう悩んでてもね、もう仕方ないんで、とりあえずやりながら、調整を効かしていくという感じですかね。僕の最後の仕方は。まあ、数じゃ当たるというかね、ルギウスも適当に作ったらね、結構強くなったんでね、適当に作った時にたまに強くなる時あるんですよね。その考えずに作っても、まあまあ適当にね、ノリで作っていけば、まあなんとかなるかな、みたいなとこあるんでね。よし。ノリで行こう。ノリで。で、これで、ああ、賢さ高いな、結構。MP。あ、こいつマダンテも出してえな、MP こんな高いんやったら。って思ってもだけど。マダンテ持たへんよな、これ絶対。マダンテ持つこれ。マダンテ持たんよな。マダンテ持たしたくなったな。あ、でもあと1個空いとんか。あと1個空いとるやん。賢さアップ SP 持たす気やったんか、俺。あー。なるほどね。イゴッソいらんな、これ。イゴッソ抜いて、じゃあ。あ、でも欲しいな。ガバイいらんわ、これじゃあ。ガバイ抜いて。ガバイばあちゃん抜いて、賢さアップ SP とマダンテ。マダンテ系を持たせよう。うん。こいつマダンテ持たせたら絶対強くなる。さっきまあじゃあこれ後でええから、とりあえずじゃあマダンテと賢アップ SP 持たせなあかんな。マダンテかける賢さアップ SP。まあさっき合体しようか、じゃあこれ。とりあえず。まあ、さっき合体しようか、忘れんうちに。まあ、とりあえずこれで、神聖の法事で合体して、あ、スキル振っとかな。スキル振りまくりで、40、40。よし。てってて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 てイゴッソは絶対いらないな。天使の気まぐれが欲しいね。あとまあ、このキラー系もまあまあ魔法使うときも役立つんで、これはいるとしても、AI 3回コードを持たせると。よし。これでかいな。これでかいよ、これ。で、サイフォンや。サイフォンリザーラルあるけどいらんな、絶対。まあ、これはこれやろ。んで、ガバイもいらんなったから、まあ、あとこれ持って、まあ、あと何でもいいやけど、とりあえずこれ持っとくか、じゃあ。まあ、もったいないな、こんなん持っとくの。一番いらんぽいやつ持っとこう。オッケー！
で、次こいつを、賢さアップ SP と、マダンテ、スキルマダンテがあるやつと、合体させると。あ、長えな。もうちょっとかかりそうやな、ちょっと。オッケー。まあ、こいつも役立つは大悪魔の将軍。まあ、こういうのギガボディ持ってるんでね、新生の宝珠で、3回コード持たせた時なんかに役立つんで。まあまあまあ、作っときます、とりあえず。作れるやつは作っとこう。作っとこうマインドやから、作れるやつは。で、こいつは、ただこいつはもう基本合体 OK なんやけど、ちょっと待てよ。1008ね。お、これめっちゃすげえ。賢さめっちゃ上がる。あ、これやな。うん。これやわ。1400パターン。あ、1000やん。あ、1400パターンやばいな。お、これも1400。あ、でかいやつと合体1400になる。あ、じゃあでかいやつと合体させるか。HP1600 しかないけど、まあ別にこれ亡者リザーラルで問題ないから、まあ、これで OK よ、これは。ジェノダークのリザーラルであるから、こいつも基本息吐きながらリザーラルで蘇っていくって感じですね。まあグランドブレスがあるんで、まあ焼けつく息とか、まあそっち系もまああるんで、まあ何かしらやるって感じですね、そこで。まあまあこれで OK かな、じゃあ。これ合体させよう、じゃあ。こいつとこいつか。もうちょっとレベル上げてからでいいかな、じゃあ。まあ、これでこれ覚えとこう。大悪魔のちょっと合体させると。で、次どれやったっけ？あ、ヒヒさんを、こいつ何覚えさせような？こいつ困るな。困りはせんけど、まあ、空っ風は、欲しいね、これね。うん、これは欲しいね。空っ風欲しいっすやから、で、カニの波動も、凍てつくがあるから欲しいな。凍てつく欲しいな。まあ、これ、いらんな、最強ブレス。むっちゃけいらんな、これ。ちょっとこいつの上限ってなんなんやろ？こいつ賢さ型なんかな？ヒヒュルで。まあ、とりあえずヒヒュルで見てみて、どんな感じの能力。まあ、全体的にそこそこ高いみたいなノリか。でももう賢さ型やな。どっちかって言ったら。こいつマネマネとかさしてもええかもな。こんな攻撃高いし、賢さ高いし。マネマネ要因とか作っといてもええかもしれんな。マネマネさしてみるか、こいつ。ちょっと面白そうやから。マネマネさしてみよう、じゃあ、こいつ。こいつ、マネマネ要因やから。じゃあ。マネマネか、凍てつく波動か。あかん、でも、息吐くからマネマネしたらあかんわ。あかん、全然あかんや。全然あかんから、とりあえず息吐くから、息吐くやつ何もとってんやん。体勢か、やっぱ。体勢上げるか、単純に、まあまあまあ。迷うな。守備上げとってもいいけど、守備上げとく、意味ないか、守備上げても。守備なんか上げても意味ないから、今さら。やっぱこれ耐性かな。それか、あれかな。ラウンドゼロとかされた時のために、なんか衝撃のなんちゃらとか持っておくとか。っていうのもありやな。まあまあちょっと考えよう。とりあえず20分来てもだから。はい、では一旦とりあえずここで終わって、次またこの続きからやっていくと思うので、そちらの方もぜひ見てください。終わります。ありがとうございました。